そのレベルは自宅でやれ。さっきのスチームでふわふわカプチーノになっとるやんけ。案外難しいふわふわカプチーノの作り方。ミルクジャグに牛乳を入れ、スチームで泡を立てます。この時ピッチャーを斜めに入れ、対流を作り泡を潰すのがコツです。こうすればラテアートも美しくできるわ。